ただいまよりスーパーファイト K1 女子フライ級ワンマッチを行います。青コーナー159センチ52.0kg 日本モンキーマジックキックボクシングスタジオラーンビッグチャンスをつかんだ19歳10代の参戦者ラン。赤コーナー160センチ51.9kg 日本 K1 チーム三軒茶屋シルバーウルフ K1 ワールドグランプリ女子フライ級王者カーナー。戻ってきましたクラッシャークイーン復活の2022年カナです。K1 女子フライ級スーパーファイト3分3ラウンド延長は1ラウンドです。19歳のランカそれとも28歳のカナか。さあ正人さんカナが帰ってきてくれましたね。そうですね、どのくらいのね今日はコンディション整えてるのか楽しみですけど、年齢差10歳ですね。10歳ね。ランは20歳で来年の成人式にチャンピオンベルトを持って成人式に出たいというふうに語っていました。いやゆうちゃみさん同世代ですよね、はい、そうですね、同い年になりますね、すごい勝ってほしい気持ちです。さあ女王のカナが1年3ヶ月ぶりにリングに戻ってきました。復帰戦です。帰還佐藤さんはどのあたりカナの動き注目したいですか。そうですね、海外でね武者修行をやってきてるんで、もうその経験練習だけでもその一人で頑張ってやってきたっていう、はい、自信もあると思いますので、もうそういうの見たいですね。この1年3ヶ月の間に実は2回アメリカに渡って刺激を感じに行ってきました。世界の強豪とスパーリングをこなしてきたというカナです。なんかここまでちょっとね迷いがたまに感じられる試合があったんですよね、そういう迷いもない思い切ったカナみたいな、はい、満身や油断は全くないと語ります。とにかく集中する謙虚な言葉でしたカナです。なんかクリンチ際のこう、頭を殴るっていうのはなんかプロの洗礼って感じしますね。このあたりは10代19歳ランに対するメッセージを送っているというカナです。女子フライ級の若手ランナイス。カナ踏み込み早いですね、スピードあります。琴美の負傷欠場によってこのランはカナとの対戦が決定しました。急遽舞い込んだビッグチャンスです。さあどのツールを使ってカナがこのランをノックアウトいくか。ここまでは静かな動きです。ただスピードを感じるカナの動き。ミドローはラン、かなり気持ちも感じます。ランの動きはここまでは佐藤さんいかがでしょうか。まあ、まだ様子を見てる感じかなと思います。あの右ストレートいいですね、はい、力強さありますね。今キャッチしてからか掴んでましたね。ホールディングの注意です。警告になります。最もアマチュア時代からリスペクトした選手だというふうに話しますランです。そのカナが目の前にいます。今日間もなく第1ラウンドあと1分。ナイスヤブですね。非常に警戒のフットワーク。ここまでのカナナイス前に女子ではなく男子のようなファイト迫力を見せていくというふうに常々語っているカナ。これが21戦目ここまで17勝 KO が7つ。今いいコンビネーションですね、左と右をうまく使い分けます。右入ったかどうか。あのアッパーさっきから入ってますね、カナも行きます。あのアッパー見えてないですねカナは。さああと30秒。打撃のパワーそしてテクニックもありますランです。左大きく振る。ここ地元東京体育館でのデビュー戦になりました。右二つ入ってるかどうか。いやカナの顔面を捉えているようにも見えますがランの右。さあ間もなくあと10秒。大きく右を打ったカナです。ここランナー行きますね。行きます。19歳、最後の最後まで詰め寄っていきます。カナに対してこの3分間立派に戦い合いました。19歳、気迫を感じました。チャンピオンに対してね全く臆すとこないですね。気遅れする感じは全くゆうちゃみさんないですね。そうですね、もう前のめりでかっこいいですねやっぱり。
いや何かこの辺りは佐藤さん挑戦者という言葉が似合いますね。そうですね、はい、でしかもそのカナがガッて入ってくるときに前蹴りのカウンターで 2回ぐらい止めたんですよ、そこら辺のテクニックもすごい高いなと。でその後前蹴りのフェイントからパンチ入れるようにしたじゃないですか、ここあとこのアッパーいいですよね、はい、このアッパーがまだカナ見えてないですね、見えてない、ほんまや。でカナがちょっとフックが大振りの連打なんですよ、でランがそれよりちょっと小さいフックを打ってくるから、はい、中から当たっちゃうんですよね、ちょっと、いや思った以上にやるなという心境あるかもしれませんよね。さあからこの表情です。さあチャンピオンここからどう出てくるかですよ、油断はないというふうに話しました。とにかく集中力を上げて挑んでいくという復帰戦です。カナ気持ちは十分、19歳のラン。さあ大難度のスタートです。カナが入ってくるところよくランは見ていた第1ラウンドでした。右のハイ、それに合わせて左と右を振ったラン、右のミドル、カナ。マサトさん、改めてこのカナの良さですがどのあたりですか。まあ、本当にね、K-1 で出始めた頃っていうのはこう結構女子とは思えないような豪快な KO を連発してたんですけどね、まあ、そこら辺がね、なんかこう最近はなかなか倒せなかった、最近悩んでると思うんですよね。折れそうな心をこの1年3ヶ月立て直してきたカナです。カウンター、カウンターの右入りましたね。19歳がダウンを取られます。クロスカウンター、チャンスですね、クロスですね。それまでランの、ね、小さいパンチいいなと思ったんですよね、うまーくカナが。さあ襲いかかりにいくかクイーン、クラッシャークイーンの力どうか、耐えるか19歳。チャンスですよこれ。ノックアウト勝利は見えているか、カナ帰ってきたこのリングです。左右負けてはいないランです。左で刺した後入りますね、これ。いや両フック行きますね。すごい聞いたぞ、パンチを鳴り響いた。確かにカナの顔面を捉えています。アッパーも持っているラン。さあ第2ラウンドの折り返し、右のロー、左のフックです。両ボディ、ちょっとボディ嫌がってるんだな、膝も入れました。少し下がった、このボディまた入ります。カナです。ここボディを入れる、左のロー、両ボディから上にさせていく。かなりフック振ってきます、カナです。ちょっとあのラン苦しいんじゃないですかね、足が止まり始めました。さああと1分、第2ラウンドで仕留めるか、10代の挑戦者をノックアウトで仕留めるか。右、先ほどは右のクロスカウンターでした。このラウンドは一つダウンを奪いに取っています。キーワードは迫力、そして倒すこと、この2つを挙げたカナです。さああと30秒まとめきるか。ただ少しランは足止まり始めましたかね。そうです、少しあのカナの圧力に下げられ始めましたね。ボディを嫌がってる感じもあります。圧力かけられてこうやって攻撃出されるとね、どんどん苦しくなるんですよ、スタミナが、はい、さあカナは左どうか、またフラついた、左入ったでしょうか。標識はもう鳴っています。耐えられるか。第2ラウンドのラスト、ここで第2ラウンド終了のゴングです。仕留め切りたかったというカナでしょうか。一、まあ、つダウンを奪い取りました。ランはちょっと強いなと思ってるんじゃないですかね、やはり力あるなと感じてますかね。先ほどのシーン、このね、右、佐藤さんいかがでした。これもう本当タイミングがバッチリですよね、クロスカウンター、クロスカウンター、綺麗な。カナダウン取るとき右が多いですよね、右のパンチが強いと思うんですよね。うわー、完全に的確に当てていきました。さああと3分、最終第3ラウンドで19歳をリングに沈めるか。かなりダメージはあります。まあゆうちゃみさん、19歳ランは最後の3分間はもう気持ち根性でしょうね。そうですね、もうアッパーがすごい入りますね。カナとの対戦に話が来た瞬間即答はいと答えたというランです。さあ最終第3ラウンドの3分間です。
まとめ切るか、カナ、復帰戦。カナとしてもね、やっぱり倒して勝ちたいっていうのはあると思うんですよね。鮮やかに勝ち名乗りを上げるか、一瞬下がるか、危ない、危ない、今のハイキック、一瞬ヒヤッとしました、あと、ローブローです。初代 K-1 ワールドグランプリ女子フライ級チャンピオンがカナ、そしてクラッシュでも第2代第4代女子フライ級の王者のカナです。琴美に敗れたのが去年の11月の一昨年の11月の敗戦でした。その悔しさを1年3ヶ月しっかりと自分の心の中に持って折れそうな心を立て直してきました。試合が再開いたします。さあリング中央打ち合いになる。このランテコも元気が強いですよね。ここから出てますね。うわ、行きます、行きます、左、あのクリンチ際にこう、ね、はい、叩かれるのって意外にダメージ、はい、意外に効くんですよね。第1ラウンドもありました。あれって鬱陶しいんですよね、やられると。まあ、やっぱこうベテランというか、はい、プロのずる賢さですよね。そうですね、2人の年齢差は10歳ほどあります。ただランの目もゆうちゃみさん死んでませんよね、はい、鋭い目つきですよね。もう入り込んじゃいますね、右振るから、ちょっと怒りましたよね、ランみんな、はい、ワンツー、さあ2分を切りました。最終第3ラウンドで復旧どうか、足に来ているでしょうか。やや動きは鈍くなっているようにも見えますが、まだしっかりと立ち続けています。ラン、20歳の成人式まではあと1年弱、そこにベルトを持って出席したいと語ったランです。カナを超えていけるか、勝てばジャイアントキリング、あと1分半、両ボディ。まあ、佐藤さん、カナも最終フィニッシュブローが見えているかどうかですね。そうですね、これ、狙ってますよ。入ってきたところを狙ってますかね。そうですね、まあ、ランがこうガガってきたときに、さっきみたいなカウンターを狙ってるのかもしれないですね。カウンター取りたいですよね、はい、やっぱりなかなかこうカウンターじゃないと倒すの難しいですよね。右を振った、右のミドル膝で入ろうとしますが、ランが止めます。うまくダメージを回避するというランです。でもカナは圧力強いですね、前に出る力が。おお、これも振ってくる。ランからしたら本当によく前、あ、ナイス左振って、ちょっと来ました、入りましたね。今カウンターで入りましたね。さあ30秒、チャンスが来るか。カナ倒せるか、倒しきれるか。ランも前に出るな、でも、負けてはいません。めげないですね。クラッシャークイーン復活を2022年、両国に勝って、まだランを立ち続けている。おお、すごい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 、気持ちの強さです。あ、目が痛い。さあ、あと15秒、立ち切るか、立ち続けるか。いや、これ目が開けませんよね。ただまだ立っています。相当なダメージがある中、気持ちで立ち続けている10代 K-1 デビュー戦。ここで第3ラウンド終了のボールになりました。ナイスアウト。あの右目に食らったパンチ、あれ痛いですね、一気に腫れましたね。いや、ただ正人さん倒れませんでしたね。倒れない、気持ち強いです。もう本当に今立ってらんないぐらいダメージありますけど、気持ちの強い選手ですね。打ち続けました。お待たせいたしました。ゆうちゃみさん、両者立派でしたね。いや、本当にカナさんおめでとうございますですし、ランさんすっごいですね、はい、やっぱ今後期待ですね。ジャッジ箱崎19歳か28歳か判定です。どっちなんやろ。赤カナ、まずは帰ってきたカナにあります。ジャッジ西村30対27、赤カナ。ジャッジ豊永30対27、赤カナ。判定3対0、1年3ヶ月に帰ってきたカナが判定勝利です。ただカナにはすごい、クイーンにはまだ納得ができないという表情でしょうか。19歳の挑戦、ランも3分3ラウンド最後まで立ち続けました。ランは泣いています。うわ、もらい泣きしそう。いや、ゆうちゃみさん、いろんな刺激をもらったでしょうね。いや、本当にこの試合すごいですね、涙出てきますね、これ。さあ、正人さん、このカナが帰ってきて女子 K-1 どんな構図展開になっていくかですね、2022年。まあ、もうカナはね、まあ、もうベテランですからね、
いつの間にかもう追われる立場になってしまいましたからね。そうですよね。あとやっぱカナダやっぱこう KO にこだわってて倒して勝ちたいっていうのはすごく強いと思うんですよね、はい。まあ、僕がちょっとアドバイスがあるとすればこれやっぱこれからカウンター取る練習した方がいいと思いましたね、はい。相手の力を使って倒すっていうね、そういうパンチが打てるようになれば相手パタッと倒れると思うんですけど、ね。今日は一度カウンターがありました。右でした。ダウンは一つ奪ったというカナダでした。ただノックアウト勝利、復帰戦でのノックアウトはならなかったというデビューからの21戦目です。これね、このカウンターですね、はい。この引き出しをもっと増やしていければいいですか。そうですね、カウンターの取るパターンって何パターンかあると思うので、はい、それをしっかりと練習していくと、決め打ちっていうのがあるんですよ。あ、相手のパンチのこのパン、この攻撃に対して決めて打つっていう、そういう攻撃が身につけばまた一回り二回り大きくなりますかねと思いますね、いやゆうちゃみさん、何か両者ともに涙を浮かべていました。そうですね、本当涙出てきちゃいましたね、勝手に。ゆうちゃみさんももらい泣きされてますか。そうですね、もらい泣き先してました。本当にランさんの挑戦者の熱い気持ちが、ね、そうですね、伝わりました。さあ、からの言葉を聞きましょう。こんにちは、カナダです。今日ここに戻ってこれて本当に幸せです。この負けてからの期間もたくさん支えてくれて、サポートしてくれて、応援してくれた人たちのおかげで今日 KO にはならなかったですけど、勝利を掴むことができて本当に感謝しています。ありがとうございます。もっともっと先頭を引っ張っていく立場としてしっかり見せる試合をしたかったんですけど、相手のラン選手もすごい気持ちが強くて後押しきれなかったので、次回の試合は必ず倒します。そして女子の K1 の舞台を目指している選手もたくさんいるし、45キロ、48キロの選手もたくさんいるので、この K1 を目指す女子の選手がどんどん増えて、また自分が先頭としてこの K1 の女子を一つレベルの上のステージに持っていきたいと思ってます。これからも K1 女子を盛り上げるために頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。残り3試合、久しぶりの満員の会場なんで皆さん最後まで楽しんでいってください。 K1 最高、ありがとうございました。涙をこらえながらのマイクでした。加藤さん、リング上でどんな言葉をかけられたんですか。おめでとうと言ったら、倒しきれませんでしたって言ってたので、ナイスクロスカウンターだったよというふうにお伝えしておきました。さあ、お帰りなさいから、クイーンはやはりこの K1 のリングが似合います。復帰戦、19歳のランを下して2022年白星スタートを切っています。